今日のお客様、はい、今日のお客様は先週に引き続き宮城県南三陸町役場にお勤めの及川由紀子さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。先週から、はい、お仕事を休んでいただいてね、はい、いろんなお話を聞かせていただいてるんですが、はい、南国三陸町はこの度の東日本の震災でですね、大変な影響を受けました。はい、町全体が壊滅したと僕はそんな思いをしてるんですがね、はい、そうですね、あの行政の役場が流されたっていうのはとても、残念なことで、そうですね、はい、その中で及川さんはどうだったんですか。まあ、先週無事に今、まあ、危険のどういう高台に逃げてですね助かったということでしたが、ご自宅は、自宅は流されました。志津川と宇多津にあったんですけれども、はい、で志津川のうちにはおばあちゃん、94歳のおばあちゃんと主人と大きい娘が仙台から来て、おばあちゃん透析中だったもので、その介護の方に来てたったんですけれども、はい、11日は、で高橋クリニックさんで透析中だったんですけれども、すぐ高橋先生が志津川病院の4階におばあちゃんを避難させていただきました。でそれで志津川病院の4階まで水が乗ったので5階にすぐ移していただいて、はい、それで助かって、次の朝自衛隊のフェリーで石巻日赤病院に運ばれて、はい、そこから後で聞いた話なんですけれども、うん、山形の病院に搬送されて、そして8月になって大和ですか、松島の大和の赤部病院に移されて今そこにおります。で私が職員が39名も流されたっていうので、私も流されたんでないかっていうような、家族が騙して嘘ついてんでないかということで、5ヶ月ぶりでおばあちゃんに面会に行ったら、はい、おばあちゃんに泣かれたんですよ。心配して流されたんでないかということで、はい、泣かれました。はい、南三陸町といえば最後まで、避難を呼びかけられた遠藤美希さんの話がよく出てきますが、はい、なんかご大変ご縁があるんですね。はい、そうです。私日本舞踊をやってるもんで、はい、その日本舞踊の仲間が3人いるんです、職員で、はい、それでボランティア活動をしてるんですけれども、いつもそうなんですか。その中で行方不明の中で、遠藤美希さん、阿部幸恵さん、三浦ありささんで、その中の遠藤美希さんと阿部幸恵さんはご遺体が上がられました。それで、踊りの仲間と鍋島先生にお願いして、龍谷大学の、そうです、はいはい、で南三陸まで毎月来ていただいているので、はい、5月8日に追悼法要をしていただいて、私も安心しております。なんかあの時ご両親はですね、早く逃げておればよかったと、遠藤美希さんのご両親はなんかそんなこともおっしゃってたんですね。写真をお借りしに行ったら、最後まで放送してたんですけれども、ご両親さんの気持ちとしては、早く逃げてれば助かったかもしれないということを漏らしておりました。はい、それぞれ本当にいろんな、どういうんですかね、言葉に出せない苦しみ悲しみがいっぱいあると思うんですが、はい、まあ、各地からいろいろ皆さんを、ね、全国の皆さんから支援の手が差し伸べられているわけですが、はい、海外からもですね、はい、なんかスロベニアからお話があったと、はい、実はこれは及川さんがですね、お友達にお話をされた様子が、その時はそばにいない家族のことより今目の前で困っている人を助けることしか考えられなかった、家族がどこかで困っていたらきっと周りの誰かが同じように助けてくれると信じたからと言われた時に、東北そして日本人の強みを確信しましたということをお友達に言われた、このことがスロベニアの大使館にお話が上がったわけですね。はい、そしてスロベニア大使館がなんか支援の手でユニットハウスを建てるというようなお話もあったんです、ね、はい、中島千春さんの旦那さんがスロベニア、中島千春さんというのお友達、はい、の旦那さんがスロベニアの方なんです、はい、でそれがご縁でヘレナ大使さんの方から何か協力したいということで、今東京にハウスがある、プレハブのハウスがあるので、まあ、29平米と小さいんですけれども、何か
役に立てないかっていうことが千春さんの方からありまして、はい、じゃあすぐ私の方でいただきますっていうことを話して、はい、それを今後ですね、心のケアっていうことで町民の皆さんに心病んでることを相談したい場所っていうことで、ここでも鍋島先生にいや須田先生に来ていただいて心の相談のケアを1回目始めていただきました。海外から素晴らしいユニットハウスの寄贈がまさにダイオハウスさんが協力してくれて、あ、そうですね、ダイオハウスさんが仲介役で、はい、設計から、まあ、外国の製品なので、元の設計の図面っていうのがないんですけれども、はい、それがないと確認申請が取れないもんで、はい、全面的な協力、それもボランティアで全部設置運ぶのから設計から全てダイオハウスさんに引き受けていただきました、はい、8月25日に避難所生活が一区切りして、はい、町民の皆さんは仮設に移られたと、はい、この避難所の時はなんかこうついたてというかそういうのはあまり、この三陸町ではなかったんですね。はい、全然なく、はい、隣に誰がいるか、そのコミュニティが図られるためにチクチクそれぞれのご近所付き合いの避難所でした。だから誰が今日どこに行ってるよ、今日は、誰がだいぶいるよとかいないよとか状態が悪いよとかっていうことを全て隣同士でみんなそういう話が出てるので、はい、逆にその囲いっていうものが邪魔っていう感じで、囲みがなかった。まさにコミュニティが大事だと。そうです。だから避難所生活から仮設に移るのもコミュニティ単位で、そうですね、移られた。うたつの場合は高台にそれぞれ各仮設ごとに今移られているので、はい、コミュニティはその地区で作られております。やはり人間の絆っていうか、はい、それがねご近所さんの、ね、つながりとかね、大事ですね、はい、いや、及川さんは先週からいろいろお話しいただいてますけども、はい、ふっくらした女性です。やはりその時はこの半年余りね、やっぱり皆さんに痩せる思いだったでしょう。そうです。1ヶ月は私もズボンがゆるゆるでみんなに痩せたんじゃない、寝てんのどうしてんの疲れてんじゃないって言われましたけれども、はい、逆に今避難所生活から、はい、肥満生活になっております。肥満生活、まあ、大阪的であれやけども、でもそういう意味ではね、はい、少しずつ明るい声が聞こえ出してるということですね。そうです、はい、みんな今仮設に移って、はい、さあこれから頑張ろうっていうみんな気持ちで、復興に向けて頑張ってます、はい、それにつけても全国の皆さんからご支援ご協力多大なものをいただいて励まされて今日まで進んでまいりました。本当に全国の皆さんに改めてこの番組を通して御礼申し上げます。ありがとうございました。いや、この番組でも、はい、まあ、前のコーナーでもね、鍋島先生が本当に毎月のごとく行かれてるお話をですね、以前もしていただいたことあるんですが、はい、やっぱり心のケア、それから手を合わす、合唱なく亡き人に手を合わす、こういうこと大事なことですね。そうですね。私たちも踊りの仲間がそう言って死ぬぼかいをしたおかげで、まあ、気が楽になるっていうか、あ、私たちも前を向いてこの皆さんの職員の分まで頑張っていかなきゃないっていう、そういう強い気持ちになれてると思うんです。そしてそんな皆さんの思いを文集という形で残そうとされてると伺ったんですけど、はい、私来年3月で定年なんですけれども、ああ、何か、職員のこの行方不明亡くなったということを後世に残すために何か力になりたい、やんなきゃならないということで鍋島先生に協力いただいて文集を作って、そうですね、4月が5月に発行したいと、来年のね、来年の、思っております。一周期を終えてね、はい、さあ、津波でですね家が流されました。それで、心までは流されないと、はい、いうようなことですかね。そうですね、3月の11日後に、私を密着取材した方がいらっしゃるんですけれども、その時私も夢中だったんですけれども、
津波でお金や家が流されたけども